塚口サンサンタウンは兵庫県山ヶ崎市にある複合商業施設である。塚口サンサンタウンは誤り。1978年の市街地再開発事業により阪急塚口駅の南口一帯に開業した。路線バスやタクシー用のロータリーの3方を囲むように3棟のビルが建設され、 東側のビルから時計回りに1番館から3番館まで胸番号が振られている。SS という赤色のシンボルマークが制定されている。二つの S には3胸のビル、さんさんと輝く太陽がこの街に降り注ぐようにという願いといった意味が込められており、中央のは太陽を表している。東側の1番館と西側にあった旧3番館は大英及び 各種専門店を中心としたショッピングセンターとして営業。南側の2番館は低層階が飲食店、学習塾等の教室、天が崎市や兵庫県関連を含む各種企業の事務所、高層階が集合住宅で構成され、大英は入居していない。最盛期には全館で合わせて200以上の専門店が営業していた。各館は ペデストリアンデッキで接続され、地上に降りることなく2階レベルで行き来ができる。2番館と93番館の間には、スカイコム広場という催事用のスペースが設けられている。93番館は、ビルの老朽化や、周辺の大規模商業施設との競合による、入居テナントの減少などが進んだことから、2017年11月15日をもって閉館となり、 ビルは解体された。旧三番館には長年屋上遊園地があり、高さ約20メートルの観覧車がランドマークとなっていた。遊園地は2000年代には営業休止となったが、観覧車は2008年頃まで撤去されずに残されていた。なお、各テナントの大営は、旧三番館の閉館を機に一番館の2.3階のみに営業規模を縮小し、店舗ブランドを 四フードスタイルに切り替えている。旧三番館の跡地には、野村不動産による高層マンション、プラウド阪急塚口駅前が建設され、2022年秋に完成、入居開始となる予定。2番館と同様に、低層階は商業施設となるが、同社が展開するショッピングセンターブランドを冠した、サッコラ阪急塚口駅クロスとして開業予定で、 塚口さんサンタウンにも含まれるかは未定。全店舗の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップ検索を参照。ありがとうございます。